ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回ご紹介させていただくお車がジャガー E ペース R ダイナミック、全部言った方がいいですか、はい、全部言ってください、はい、R ダイナミック HSE P300、 こちらをご紹介させていただきます。これは今回狙ってですか、それともたまたますか。狙ってです。狙ってですか。狙ってです、はい、ちょっとレンジが続いてのこうジャガー。そうですね、はいはい、僕的には結構待ってましたね。待ってました、はい、いや、うちも初めて入ってきました。あ、そうなんですか。初めてです、はい、なるほど、はい、なので、まあ、最近ちょっとね、出来がいいっていう話もありますし、はい、まあ、このグレードが、まあ、この前も紹介した通りたくさんあるんですけど、まあ、その中でも一番いいグレードがちょっと出てきたので、なんか下調べで見たらなんかもう全部モリモリの、はい、そうそうそう、はい、R ダイナミックってオプションというかそのパッケージで、はい、でしかも P300 っていうのがエンジンが一番いいやつですね。いいやつ、はい、で HSE がその基本装備が一番いいやつっていう、とにかく一番いいやつで、一番いいやつがもうモリモリのやつっていう、はい、あったので仕入れさせていただきました。車的にはイポークの、まあ、そうですね、兄弟車というか兄弟車みたいな形ですね、はい、Q5 とマカみたいな、そうですね、そんな感じの、だから、まあ、お兄ちゃん的なの F ペース。ああ、なるほど。お兄ちゃんがいて、はい、もう一個上のもあるんですよね、はい、オフサイズが大きいちょっとスタイルですね、はいはい、ちょっとカテゴリーで言ったらコンパクト SUV みたいな、ですね、だからちょっとジャガー初のコンパクト SUV っていう形で出た。そうですね、そう言われると、はい、なりますね。ただちょっと言われるまで全然実車見るまで全然ピンとこなかったんですけど、実車結構ちっちゃいですね。そうですね、まあ、ちっちゃいですけど、まあ後で見てもらえるんですけど、はい、本当に4人普通に乗れますので、はい、まあ、もう全然そのちょこちょこ動くって言い方変ですけど、取り回しはしやすい、取り回しはすごく良さそうな、はい、いい車、はい、そんな車を今回ご紹介させていただきます、はいはい、ちょっとじゃあ前回りからちょっと見ていきたいんですけども、はい、これはHSE のパッケージでしょ、はい、パッケージです、はい、でなんかちょっとこう、そうですね、ブラックパックみたいな形のオプションが入ってます、はい、グリルがちょっとグロスのブラックになってたりとか、はい、あとバンパーの形状もあれですよね。そうですね、はい、違います。一番ベースグレードよりちょっとこうスポーティーなバンパーになってると、はい、なってます。でフォグランプなんかも LED のタイプがついてると、はいはい、でちょっとライトなんか結構他にあんまり見ない感じのデザインですね。あ、そうですね、はい、なんかこうプロジェクターがあったりとか、はい、そういう感じじゃないですね、はい、一応これもオプションのマトリックスの、はい、真ん中以上上のグレードじゃないとついてないヘッドライト、はい、これは、そうですね、ついてないですし、まあ、プラス一応オプションの LED パッケージっていうのになってます、ね、このマトリックスがついて、であとに流れるウインカーになると、あ、そうなんですね、そのパッケージになります。なるほど、はい、ちょっと近未来的な、なんかテスラのモデル3になんかちょっと衣装が似てるななんて勝手に思っちゃったんですけど、なんかそんなヘッドライトと、でグリル、これグロスブラックですけど、こっちはグロスブラックじゃないんですよ、はい、ちょっと塗りたいっすね。そうですね、はい、そこはもううちの出番ですね。出番ですね、はい、待ってました、待ってました、はい、ボンドボディで塗っていただければというところですね。そして R ダイナミックのエンブレム、はい、ちょっと見慣れない感じですけど、はい、これがジャガーの R ダイナミックのエンブレム、はい、そうですね、はい、赤と緑がちょっとどこから来たのか、はい、知識がなくて分かんないですけど、はい、ちょっと目立つ感じのエンブレム。ああ、そうですね、これね、はい、これグリルのこのエンブレムのスモーク具合もこれ純正ですか、はい、純正ですね、こちらも。そうなんですね、はい、なんかうちでスモークペイントしましたって嘘ついたらちょっとバレなそうな、いやいやいやそうですねでも結構いい感じですよね、はい、ちょっと引き締まった感じ、はいはい、そんな今回は基本的に、まあ、最初から言っちゃいますけど、まあ、基本的にノーマルです。あ、ドノーマル、ドノーマルな感じ、はいはい、なるほど。最近でもね、いろいろかっこよくしてくれるから分かんないですよね。そうですね、はいはい、そしてじゃあ横に回っていくと、横がホイールが、はい、なんか結構種類があるんですよね。ありますね、はい、一番ベースのだと17インチから、はいはい、で今回ついてるのはなんと21ですか。21ですね、はい、もうオプションの一番大きいやつ、はい、大きいやつです、はい、がついております。ちょっと SUV らしいこう、はい、太いスポークで、はい、底面がダイヤモンドカットというか、はい、なってるデザインです。で一応キャリパーもペイントもオプションになってますので、はい、こちらも新車でオプションで選ばれていると思います。ちょっと対抗とかではないんですけど、ちょっと赤でスポーティーな感じの、はい、そうですね、はい、でこれ足回り的にはこれエアサスになる、あ、バネサスになるんですね。バネですね、はい、なるほど。でちょっとこのトリムというかフェンダーはやっぱり樹脂パーツで、そうですね、ちょっと SUV 感をちょっと出してる感じですね、はい、でここもね、同色にまたするとちょっとイメージまたちょっとガラッと変わったりしますけどね、はい、 そうですね、まあ、そういったこともおすすめですね、はいはい、そしてこの辺 HSE のエンブレム付きの、はい、ここの横の黒も多分オプションだと思います。確かにそう言われると、はい、なんか塗りましたっていうぐらいちょっと、はい、カラーのやつがありますね。なるほど。
そして横に行くとミラーなんか結構大きめのがついてて、はい、ただこの辺は樹脂じゃないんですね。そうですね、ここも確かすみません、車によってなんですけどオプション設定があったりしますね。なるほど、はい、これボディ同色じゃなくて同色グロスブラック、グロスブラックです、はい、なるほど。そして窓枠なんかも、はいはい、黒くなってて、とっても全部黒で、基本的に黒ですね、黒ベースで、はい、もう非常にまとまりがある感じです、はいはい、で窓なんかはもうすごくスポーティーな、うん、下から上がってって、はい、ちょっと流線形な感じ、デザイン的はそうですね、ちょっとこうなんて言いましょうか、まあでもまあ SUV っていうならではのデザインですよね、はい、ただイボークとはやっぱり全然違うですね、プラットフォーム共通なんですよね、はいはいはい、なんですけど全然なんかこの辺の衣装とかデザインとか、うん、衣装とデザイン一緒だったですね、はい、衣装です、衣装とか全然違うんです、ね、はいはいはい、そしてリアも、はい、一応通しで、はいはい、同じように21インチのが装着されてて、はい、こんな感じです。そして後ろに回っていくと、後ろなんかこうやっぱりジャガーらしいというか共通、他のモデルと共通な感じですよね、こう横長のテールランプと。ああそうですね、はい、そうですよね、ちょっとここが丸くなってたりとか、まあ、他のモデルいろいろありますけど、うん、はい、ちょっとスポーティーな感じの、そしてスポイラーなんかも結構大きめので、ハイマントが入ってますかね、入ってますね、はい、でジャガーの大きいエンブレムと、そういえば前のこれエンブレムってないんですね、だいぶ前ですか、それセダンだけですか、あのこの、はい、こちらがさすがに SUV はないんですね、ないですね、はい、ただ後ろはかなり大きめのこのエンブレム、はい、でこれもないでしょう、ないんですかね、衝突安全の関係もあるんですよね、危ないでしょ、はい、刺さるよね、あれ、そうですよね、ロールスとかもあれ事故したらしまうようになってたりとか、はいはい、結構苦労してるんですよ、はい、なんでちょっとない分ちょっとリアのこの主張が僕的にはかなり好きです、そうですね、はい、そしてエンジンの一番大きい、一番パワーが出てるやつですね、そうですね、はい、の証の T300 のエンブレムと、はいはい、まあ、AWD なんで、4駆モデルと、ね、はい、はい、ですね、そしてリアは結構グリルと、あ、はい、カッターなんですね、カッターです、なるほど、もう最近の流れを組む流れですね、はい、はい、こんなデザインの、はい、なっております、エクステリアになっております。じゃあ続いてちょっとトランクを見てみたいと思います、はい、でやっぱりイギリス車なんで横なんですか、横ですね、はい、これも一応オプションになります。あ、反応いいですね、はい、今日いいな、ちょっともう一回やってみましょう、え、はい、今日機嫌いいのかな、やばい、ジャガーはいけてるんかもしれない。だ車によって結構そのコツがいるタイプと、そうですね、100発100中タイプと、はい、ああこれ結構100発100中タイプですね、はいはい、使いやすいと、はい、でトランクは、はい、まあ、ぼちぼちの容量というか、まあ、車のサイズに対しては結構いいですよね、はいはい、横なんかもかなりえぐられてるんでいけそうな感じが、毎度の入れてみます。あ、ゴルフバッグはやっぱり倒さないとちょっときついですね、そうですね、はい、いや、まあ、でも倒さなくても大丈夫じゃないですか、いけます、まあ、ちょっとギリギリ、そうですね、一応ここにあのくぼみがあるので、はい、ここに合わせてもらえれば一ついけるかなと思います。で、余裕を持って積むんであれば、はい、シート倒していただいて、あ、これは上で倒す、上ですね、はい、あー、もう安定の、これカチャってなったりしないんですね、これはならないです、けど段差ないんですね、ちゃんとここの部分って、段差、はい、車によってはここ段差こう、あ、段差が、ね、ありますね、あったりする車もあるんですけど、はい、でもちょっと斜めにはなってますね、はい、割とフラットで使えます、はい、まあ、そしたら結構詰めますね、サイズ的には十分ですよ、なるほど、はい、でこの下もなんかなんかなってるんですか、でこういうゴムマットちょっとしたことですけど、はい、いいですよね、そうですね、それでもね、新、はい、また新しく買うのも結構いいお値段しますから ね、 でこのこっち側もついてますし、ね、はい、だからここも傷にならないっていう、はい、でこの下はちょっとした小物入れと、はい、なるほど、ここついてるってあのみんなあんまりあれですけどね、こういう風な形でやっていただくと、はい、こう積み下ろしの時にこう傷にならないってことですよね、はい、気を使う人はやっぱりやりますよね、確かに。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はいはい、でこちらもキーレスタッチになってます、はい、なるほど、はい、で中は、あ、結構というかもうシックな感じで、もうシックな感じです、はい、こうド派手なこうなんかちょっと原色なちょっとアクセントを入れたりとか、はい、そういう感じではないですね、はい、本当に黒と、これ白ですか、はい、シルバーですか、何ですか、ちょっと灰色系のステッチで、ステッチが入ってますね、はい、でも定番の体に触れるところがパンチングで、はい、はい、ちょっと高級感のある、はい、
シートしかもめちゃめちゃなんか調整いっぱいついてるじゃないですか。調整、そうです、はい、これついてますね。これもオプションですか。いや、グレードでなりますね、はい、なんか非常に細かく設定できそうな、はい、あれでもこれ一緒っすね。何か、レンジと、はい、イヴォーク今日出てこないね。イヴォークっていうのこの間のベラールと一緒っすよね。そうです、この辺の調整も、はいはい、そうです。なるほど。でも一応オプション設定でシートの設定はこれ入ってるんですけど、これにプラスしてシートヒーターとリアのシートヒーターっていうのがオプションになってます。あ、そうなんですね、はい、じゃあ結構快適装備も快適装備になってます、はい、モリモリな感じで、はい、乗っていただいて、ドアも結構、あ、真ん中だけレザーなんですかね、はい、あと合皮というか、はいはい、ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。うわ、結構しっかりめです、シートは。はい、だサイドサポートとかから硬い、はいはい、ちっちゃいですけど硬めなんで割としっかり。このデザインがちょっと特徴的ですよね。あ、こういうちょっとこうコクピット的な、はいはい、デザインがちょっとドライバー優勢みたいな、はいはい、これでもこっちを向いてるわけじゃないんですか。別に向いてはないですね。昔ね BM とか向いてたりしましたけど、はいはいはい、まあ、そこら辺はやっぱりあれじゃないですかね、右左世界的なコストもあるんで、はい、真正面に向いてはないんですけど、ちょっと運転席をこう囲まれるような、はいはい、そんなデザインになってます、はい、でハンドルはこれレザーのハンドルもこれなんかグレードですよね、はいはいはい、アルダイナミックのこのあれが入ってる。あ、なるほど、はいはい、そして黒のステッチで、はい、使用感全然ないですね、はいはい、でこの辺もちろん全部しっかりついててパドルもあれですよね、真ん中以上のやつじゃないですか、ね、はい、ついてないです、はい、その辺もついてる、はい、でやっぱりしっかりジャガーのマークもついてて、でこの辺やっぱりレンジ感を感じます。レバー類はウインカーとパイパーと、レンジ感って言ったらいいのかな、ジャガー感って言ったらいいのか、ジャガー感どっちが先なんですか。イギリス感ですね。イギリス感ですね。イギリス感イギリス感を感じます、はい、でメーターはこれ真っ黒っていうことは、はい、フル液晶のタイプがそうですね、はい、ついてるわけですね、はい、ちょっとあとハンドルで言ったら、はい、ここのあのハンドルステアリング、ステアリングヒーター、はい、ハンドルステアリング、はい、ステアリング毎回、はい、毎回言うよね、はい、ステアリングヒーターもオプションです、はい、もうついてる、はい、それとステアリングいいっすよね。このフロントガラス、ジャガーとかレンジとかやっぱり結構当たり前についてるんですけど、フロントの熱線ですか、はい、これも一応オプションで、あ、そうなんですね、はい、そんなのもついてると、はいはい、ジャガーとかイギリス車って結構そのグレー、まあ、今回これオプションですけど、はい、当たり前についてますよね。へミニとかでもねついてる、確かについてるのはあります、あります、普通にありますよ、はい、ビリジビなんとかパッケージ、はい、このよく見るとシマシマになってるこのガラスですよね、はいはいはい、だからイギリス車って多いよね、それついてるの。なんでなんですかね、なんかその気候的なものなんですかね、あるんじゃないかなと思います。割と北の方だからってことですかね、はいはい、なるほど、そんなのついてるっていう、はい、ちょっとメーターオンにしたいと思います、はい、スイッチがここでポチッと、はい、ちょっとかけちゃっていいですかね。どうぞ、はい、あー、メーターはもうなんか定番の、はいはい、スピードとタコの、はい、で真ん中に情報タイプ、はい、でこれが表示がいろいろ変えられるわけですね。そうです。なるほど。でもジャガーって出ないと、はい、どのメーターか分かんないですよ。イヴォークのメーターって言われてもなんか確かに分かんないですね。もうそこら辺も表示になっちゃってますよね。そうです、ね、いろんなものが表示できると、はい、でなんか何でしたっけ、表示なんかナビの表示なんかもできます、はい、いいっすよね、はい、めちゃめちゃ分かりやすいです。あとは見えづらいですけど、このヘッドアップディスプレイ、はい、ここに正面にあるのも、これも、なるほど、これもオプションです。いいですね、はいはい、快適装備、じゃあしっかり快適装備一通り揃ってる感じですね、うん、でナビが割と大きめの、はいはい、大きいですね、この、はい、まあ今でいうイヴォークとかと同じ、あ、なるほど、仕組み的には、はいはい、サイズも大体一緒ですからね、はいはい、でしかもカープレイもついてるんですよね。でカメラなんかも出ないです。あ、出てます。あ、360度、はい。今ドアが開いちゃってるので、そうですね、最後が出ないですけど、はい、じゃあこの辺の快適装備はもう全部当たり前に当たり前についてます、はいはい、ついてるわけですね。あ、駐車のアシストも、はいはい、全部ついてると。充実してますね。充実してます。でエアコン関係はこの真ん中が液晶タイプの、うん、はい、エアコンついております。でさっきちょっと触れましたけど、うん、シートヒーターもしっかりついてて、そうです、シートヒーターの場合は、まあ、ここで押していただいて、はい、プラス、あ、なるほど、で、ね、ベンチレーションがついてるとあれですけど、はい、こんな感じ。あとここの表示でも、あ、なるほど、そっちでも、はい、操作できると、はい、操作できますね、はい、でこの辺はちょっと小物入れと、はいはい、
シガーと、はい、あとは SUV の装備、はい、この辺と、はいはい、あとこれモード切り替えです。あ、これモード切り替えはこういうのなんですね、ダイナミックモード。あ、なるほど、メーターのこっちに出るんですよ、はい、なるほど。これあれですか、メーターがなんかそのデザイン変わったりするタイプですか。変わりますよ、色合いが変わる。ああ、そうですね、モードによって。なるほど、これ7もついてる。でシフトはもう定番の普通のシフトで、でドリンクホルダーと、はい、ETC ですね。 ETC がここについてると、はい、で USB が2系統と SIM が刺さる、はい、ここの取れるんですか。取れるんですよ。すごい、すごくないですか。すごいっす。え、大きな、はい、大きなもの入れられますよね。めちゃめちゃ容量ありますね、はい、これも。え、これこうしたらどうするんですか。これで蓋できるとかですか。そんなことはないですか。蓋は、あ、なるほど、こういう使い方もできるんですね、うんうん、なるほど。これ取れるの珍しいですよね。確かに、はい、USB の、ああ、そういう風にもできるんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。でピラーなんかは全部この黒のファブリックで、はい、天井も、そしてパノラマルーフですね。え、イボークと一緒っすね。同じです、同じです。なんか、はい、この辺景色は一緒です、はい、もうめちゃめちゃ開放感がすごいです。そしてリアも、はいはい、小島店長ゆったりです。ゆったりです、はい、身長168、はい、十分ですね。上もゆったりです、ね、ゆったりです。前もかなりゆったりですよ。なるほど、意外になんかちょっと外から見るより室内空間広いですね、はい、全然広いと思います、はい、なるほど。ちょっと僕もリアに座ってみていいでしょうか、はいはい、ちょっと待って、その前に僕の短い足に合わせてちょっと運転席をこんな感じ。あ、ペダルもちょっとアルミで、うん、っていうか今ペダル踏んで思ったんですけど、ね、ペダルレイアウトもイボークっすね、はい、完全にこのちょっとフットレス、ちっちゃいフットレストと、あんまりイボーク、はい、イボークって言うとジャガーに怒られちゃうんじゃないの。でもあれなんですよね、兄弟車だから、兄弟車だからね、はい、そういう違いは出してないわけですよね、うん、もうメインのところというかキャラクターの違いで。あ、リア割と、はい、広いです、うん、はい、シートもしっかり硬いですよね。そうですね、しっかりめの、はい、リアシートなのに結構しっかりめのシートですね。で、はい、ヘッドレストが硬い、硬い、めっちゃ硬い。硬くないですか。硬いです、ヘッドレストめっちゃ硬いですね。硬いですね。はい、これあんまり気づかなかったですけど、そうですね、こう頭当てるよりかも首当てた方が、そうそう、正解の気がしますね、うん、首当ててなんかしっくりきますよ。なるほど、はい、でちっちゃいアームレストと、はい、ドリンクホルダーと、だ意外にそのさっきのイボークと比較しちゃうとっていうことでいくと、はい、窓は広いですよね、イボーク。そうですね、だからか、はい、こっちのあれは目線は、なるほど、いいと思います。そしてリアはシートヒーターが、はい、さっき言ったオプションで設定になってますので、エアコンの調整とかはさすがについてない、まあ、ないですね、はい、こんな感じでしょうか、はいはい、どうですかデザイン的に。なんか結構そのなんていうんですか、今風なんかよ、なんて言ったんですか、なんて言ったらいいかな、モダンな感じです。モダンな感じですよね、はいはい、なんかちょっと突飛なところはないですけど、はい、なんか落ち着いて落ち着きがあるモダンな感じに、いい感じな、はい、そこはだってイギリス王室御用達メーカーですから、はいはい、だから僕やっぱり昔からの流れなんですかね、やっぱここのこのコックピットのくくりがすごい好きですね、はいはい、なるほど、いや、いい感じですよ、はい、ありがとうございます、はい、あれ、これメリディアンはついてないんですか。ついてます。あ、ついてるんですよね、はい、標準でついてますね。あ、標準なんですね、はい、あれ、前これメリディアンって書いてあるんですか、うん、ここに書いてます。斜めになってる、ちょうど、はい、もうついてると、はい、はい、続いてボンネットをちょっと見てみたいと思います、はい、よいしょ。ボンネットがそのリアのエンブレムの、はい、表してるんですよね、はい、180と250と300。あ、3です、はい、そう、3で今回のは300っていう、はい、一番上の直4 2リッター300馬力の、はい、ターボの3馬力より、はい、300馬力ですね、はい、パワフルなやつですね、はいはい、でフォードからこう離れてるんで、はい、なんかあれですよね、ジャガーランドローバーのなんか、はいはい、新しく開発したエンジンが集まってるんですよね、はい、まあ、ちょっとエンジンルームドーンみたいな車じゃないですけど、まあ、この車的にはもう300馬力あれば全然もう全然です、はい、まあ、後でね、また
恒例の試乗していただければと思いますけど、はい、こんな感じのエンジンルームになってます、うん、多分乗ったら、はい、ツッチ欲しいっていうびっくりします。欲しいな。本当ですか、はい、いや僕も乗って、はい、でめちゃめちゃ興味があります。思いました、はい、じゃあ続いて天童周りちょっと見てみたいと思います。これあれなんですね、ライトこう全体が中身がこう動くタイプなんですね。そうそうです、レンズだけとかじゃないですね。スモールがこの外側 L 字に光るタイプですね。で LED のこのロービームでしょうかね。でハイビームが、あウインカーが流れるタイプの、はい、そしてハイビームがこの下側の LED が光る感じです。じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。リアスモールがこの下の部分ですね、はい、光る感じです。でブレーキが上とハイマウントです。そしてウインカーはフロント同様流れるタイプがついてます。でバックフォグがこちらのバンパー側が光ってます。でバックは両方ですね、トランク側が光る感じです。改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。ちょっとイヴォークと、はい、あのベラールで、はい、ちょっとレンジローバーちょっとやばいなと思って、はいはい、いいですじゃん、はいはい、でそれの兄弟車なわけですよね、はいはい、で若干こうちょっとこうか影に隠れた感じじゃないですか。どっちかというとレンジの方がこう目立ってるというか、出たタイミングと、ね、やっぱりジャガーってやっぱりなんでしょうね、なんかこう戦略があまり日本でフィットしてないのか分かんないですけど、ちょっといまいち日本だと目立たない存在、目立たない感じですね。ただもう歴史はもう、はい、ずっと続いてるメーカーですし、はいはい、それこそさっき言ったイギリス王室御用達じゃないですけど、はいはいはい、で今このサイズで例えば国産車って考えてもそんなに値段差が変わらなかったりする場合あるじゃないですか、はい、だから逆にあ確かに、うんはい、国産ちょっと SUV 買うと思えば、はい、買おうと思えば、はい、例えば新車で検討してる人が いたとしたら例えばこういうお車を確かにチョイスしても面白いと思います、はい、いいかもしれないです、はい、ちょっと乗ってみましょう、はい、ちょっとじゃあ試乗に行っていきたいと思います、はい、じゃあ早速、はい、市場の方へ。ちょっと初ジャガーです。初ジャガー、初ジャガーです。ジャガーは初なの？はい、何も乗ったことないです。本当にだってそんなありますジャガー、まあまあまあ、乗る機会ってなんかよほどなんか知り合いが乗ってでもない限り、まあまあね、はい、じゃあちょっとそのなんていうんですかね、何のあれもない感想を、はい、予備知識ゼロからちょっと、はい、あ結構固めじゃないですか、なんか割と、うん、なんだろう、すごくしっかりしてます、はい、めちゃめちゃしっかりしてますね、なんか、はい、乗り心地悪いとかじゃなくて車がすごくしっかりしてます、硬い。 SUV、 コンパクト SUV ってな感じが、はいはいはい、しないですよね。しないですね。なこの間のベラールめちゃめちゃ乗り心地いいなって感じだったんですけど、はいはいはい、そういう感じじゃないですね。そうですね、はい、どっちかっていうとすごくしっかりしてる、本当に乗用車みたいな、はい、はい、びっくり。ベラールはエアサスだったんですよ、エアサス滑らかさっていう感じがありますけど、はいはい、こっちはその何ですか、普通のショックの、はい、いい意味でのそのしっかりした感じ、しっかりした感じが、はい、そしてまあイヴォーク前乗ったのは確かローダウンしちゃったんでしたっけ、はい、全然違いますね。また違いますよね、はい、乗り心地。なんだろう、すごく不思議な感覚。いやでも本当にいい感じですよ、いい感じでしょ、はい、そしてなんかすごく視点が高く感じます。シート高い、そんなことないですよね。そうですよね、シート下ろしてます。今コンフォートにしてるのかな、はい、こんな感じなんですかジャガーって、はい、まあ E タイプと E ペースと普通の乗用車でだいぶ違いはあると思いますけど、ダイナミックモードで、わめっちゃパワーありますね。パワーあるんですよ。めっちゃパワーありますよ。ちょっとコンパクト SUV だったらもう全然10分以上パワーありますよね。だからやっぱりなんていうんですかね、はい、今そのね、うちの AMG とかそういうハイグレードので500馬力とかっていうのが当たり前になっちゃってるので、はいはい、300馬力って言ってもピンでもなんとも来ないかもしれないですけど、実際めっちゃパワーありますよ。十分なんですよ、はいはい、これいいっすね、ちょっとこう、はい、街乗りで、はい、サイズ感も非常にいいです。サイズ感もいいです。取り回しめちゃめちゃしやすいっすよ、
そしてこのパノラマルーフが、はい、ちょっとイボークじゃなくてあえてこっちっていうのいいかもしれないですね。そうですね、はい、っていうか本当にでも固め、うん、ヘッドレストも硬いしシートも固めだし、ただその不快な硬さじゃないですけど、うん、しっかりしてるっていう、はい、本当に車もすごくだからしっかりしてる。なんか大きい SUV 乗った時の船こぐようなああいう感覚ないですよね、うんうん、本当に乗用車みたいに、安心して乗れますよね。乗れますね。安定感があるというか、しかも価格帯が結構こう、うん、びっくりしました。これで、うん、500万円ぐらいからでしたっけ、はいはいはい、ラインナップ的には。全然国産 SUV となんかこうで室内空間とかの音も、はい、外の音とかもそう全然、はい、なんかその不快な音とかないじゃないですか、拾わないじゃないですか、はい、遮音性も高いです、はい、高いですし、まあ、もちろん欲を言えばもっとそのレザーの質感がとかなんかそういうのありますけど、はいはいはい、全然必要装備はもう、クラスこのクラスで考えてもらって、そうですね、比較してもらえるといい、もう十分すぎるぐらいですよ。そうそう、はい、ヘッドアップディスプレイもついてて、安全装備も便利装備も全部ついてて、だからね、オプションついてないとちょっと寂しい、あそうそう、内容もありますけど、これモリモリなんですよね、はいはい、オーディオもついてて、いいの、うん、やっぱこういうなんですか、中古車って言い方変ですけど、はい、そういう車を選ぶにはやっぱり絶対オプションですよ。そうですね、はい、もううちオプション特にあの満載の車が多いじゃないですか、はい、いや満載の車しか仕入れないですねだから感覚がバグっちゃうんですよ、はい、あれついてないの、はい、みたいな。いやだからノーマルの車を見ちゃうと本当に物足りないですよ、はい、いいな、これちょっといじって乗りたいですね。ちょっと車高下げて、はいはい、車高下げたらの乗り心地どうなるかちょっと検証したいですね。ああそうですね、うん、ただホイールは入れたいです、まあ、21履いてるんで、うん、まあ、これでも十分かっこいいんですけど、うん、ちょっとさらっと、めっちゃパワーありますよ。早い。結構ね、輸入車好きな方って他の人と違った車が好きだよっていう方がもういらっしゃるじゃないですか。そういうので乗ってらっしゃる方も、はいはい、かぶりたくないとか、はいはい、でこうね、このジャガーなんかはいやいやいや本当に盲点でしたよ僕は、はいはい、知ってます、小島さん、ジャガーってあれらしいですよ。最初サイドカーの会社だったらしいですよ。サイドカーって、ね、バイクの、バイクの、あ、はい、そうなんだ。そこから始めて、うん、なんかそのコーチビルダー、うん、要はなんかその車の仮装、うん、いや上取っかえちゃう、うん、はい、それ、うわあステアリングヒーターあったかいめっちゃあったかい。結構え、これちょっと過去最速じゃないですか、このステアリングヒーターの最速だ、はい、うん、めっちゃあったかい。マジ、ほんと5秒ぐらいであったかくなりましたよ、うん、今は夏だけど冬場はね、はい、冬場最高ですね。最高ですよね、で話は戻りますけど、コーチビルダーの会社だったらしいですよ、でそこからこういろいろ仕立てて、なんか高級車作るようになって、はいはいはい、で今なんかあれなんですよね、フォードと離れちゃって、なんかインドのタタ自動車とかっていうの傘下に入っちゃいましたけど、はい、でもチャガーもやっぱりちょっとイメージ変わりましたよね、ここ数年で。そうですね、結構なんかその今中国企業の傘下に入っちゃってる自動車メーカーとか、あのジャガーランドローバーみたいにインドの傘下に入っちゃってるとかって、それをなんかこうあんまりこうイメージ的にがっかりしちゃう人って多分少なくないと思うんですけど、だからもうボルボなんかまさにいい例で、あれ中国ですよね確か、はい、なってからめちゃくちゃ良くなりましたよね。デザインもそうだし車もそうだし、でもそれは絶対そうだと思いますよ。そうですね、だそのさっきのメーカーもそうだけど、はい、やっぱりイメージで判断しちゃダメですよね、はいはい、そうですね、だっていい技術のものでいいお金が入ってそれがさらに伸びるってことなんで、意外、そして勉強になりました今回。いやいやいや、私も入校してきて乗ってみて、はい、びっくりしました、はい、もっとなんかこう癖があったりとか、はいはいはい、わあこうなってんかみたいな、はいはい、ちょっと独特だなみたいな感じあるかと思いきや、はいはい、すんなり入ってきますよね、はい、なんか本当にドイツ車じゃなくてイギリス車っていう選択肢はいいっすよね。 ありですありですありです。そういうなんかイギリス車だからっていうイメージは全くないです、ね、はい、
あれこれ音一緒ですか？音同じですね。あ、はい、いいっすね。だって大好きでしょ。ポクポク言ってますね、はい、毎回言うもんね、この人好きだってね。なんかちょっとしたそういうのがちょっと、うん、あって思う時にありません、うんうん、なんかあウインカーの音がちょっとおしゃれみたいな。うわめっちゃパワーある本当に、いいなおしゃれですよね、はい、これだったら本当にでも都内駐車場も困らないし、そうそうそう、取り回しも楽ちんだし、うん、何よりおしゃれっていう。さっきも言いましたけど、はい、ね、国産車とかそういう方検討してる人がそうですね、候補にぜひ入れてほしいですね。入れてもらいたい、はい、絶対あると思うんですよ。なんかこう、はい、外車、まあ、アレルギーとはないですけど、うん、なんか未だにそのなんか外車は壊れるとか、ね、はい、特にイギリス車乗ってる人もいないし、うん、どうなんだろうっていうイメージは多分持ってる人少なくないと思うんですよ、うん、あとはその例えば、ね、奥さんの車で、うん、BM の X1 とか X3 とかっていうのもありますけど、はい、ちょっとジャガーの方も選択肢に入れてもらってもこれはいいですよ。いいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、疲れました。ちょっとでもまだ入れないから入れます。ちょっと受けます。ぶつけたら即お買い上げですか？お買い上げです買えないです。いやでも頑張れば買えるかもしれないです。買えるんですか？頑張れば。安い、あんまり動画で安いとか言っちゃうけど、お買い得っすよねこれ。お買い得、これすごくないですか？でもお買い得だと思いますよ。さっき言ったんですけど、本当にハリアーとかなんか、うん、その辺と並べるんだったら、いや、いいですよ、うん、ジャガーって子供の頃のジャガーのイメージってなんですか？すげえ高級車じゃないですか。確かに。ありがとうございます。はい、しました。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナより2018年式ジャガー E ペース R ダイナミック P300HSE をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。